はい、これですね、数日前に塗った、反対側ですね、これをにこちら側にも、残りの土壁の土をつけて、こうね、竹を包んでしまうわけなんですけれども、この塗る裏を、これを裏返しっていうんですけども、この裏をつけるタイミングがですね、これがいろいろ諸説ありましてですね、三重の方ではですね、割とね、完全に乾燥してから、こうつける方がいいんじゃないかっていうふうなことをよく言われてたりするんですけども、これを本当にね、1日ぐらいの時間差でですね、とろっと、ちょっと固まったぐらいにもう反対側をつけてしまうというやり方もあるわけですね。その方が、土同士は密着していいんじゃないかっていう、そういう考え方があります。でですね、ただですね、これ、梅雨時にこれをやってしまうとですね、なかなかこれ、土が乾かずにですね、中の竹がですね、蒸れてしまって、じゃあ果たしてそれはいいんかな、っていう、そういう話もありますし、今回はこれね、さっきも言いましたけども、これ数日、3、4日ですかね、ぐらいの、差で塗っております。うん、で、まあ、この、どちらにしてもね、この塗るときにですね、こういう隙間の部分ですね、こういうところに土が、ね、しっかりとこう入るように、塗る方が、両側は密着されて、いいと思いますが、古い家を開拓しに行くとですね、結構ここはね、適当にひっついてるようなひっついてないようなやつがあって、パラパラパラっと剥がれるやつもあるんですけれども、それがですね、なんとですね、解体しに行ってもね、この前横須賀でもそうだったんですけど、割とね、地震があったのにね、何十年も持ってるなんて不思議な、奇怪な現象もあったりなんかして、本当に一体何が正しいかっていうのがまだよくわからないところもあるんですけども、でもな、今まで考えられるだけで、やっぱり強度的な試験的にはやっぱりね、こう絡めた方が、絶対強いというふうに、認識しているので、頑張ってこういうね、隙間に、土を埋め込むというようなやり方をします。で、今回外部はですね、最後仕上げはしない、木でね、覆ってしまうような形になっているので、外壁は。なので、仕上げのことを考えずにですね、塗ってますけども、この段階でですね、もしこれ仕上げを最後するんだったら、しっかりとこの大直しっていうのをこの上にするわけなんですけども、そのために、それをするために、これもそこそこね、いいところまで平面を出しておかないと、大直しの作業が、ちょっとね、めんどくさくなってしまうと。絶対にできないってわけじゃないですけどね、それを、でも家中がね、そんなことになってたら、もう左官手間は逆に、とんでもないことになるので、この段階で、かなりいい平面を、出しておきたいということでですね、左官屋さんも頑張って塗るわけなんですけども、ここはね、外部で、さっきも言いましたけども、仕上げが関係ないので、結構とりあえずですね、強度をちゃんと出したいっていうことで、それをだけを、頑張ってやってもらってます。と言ってもね、やっぱり酒屋さんが塗るので、ね、それなりに平面にはなっているというところは、やっぱりさすがだなと思うわけですね。はい、では土の、ね、作り方というかですね、土の、この材料の確保なんですけれども、三重県内とかですとですね、まだ土壁屋さんというのが結構、何軒か残ってまして、まあ、残ってるという言い方自体がね、ちょっとあんまり適切ではないんですけれども、何軒かありましてですね、まあ、そこからね、土を壁土ということで注文するとですね、藁はちょっと多めにしといてなんていうと、ちょっと藁をちゃんと入れて、こう、ある程度こう練ってですね、現場に運んでくれるしですね、土壁屋さんによってはですね、ちゃんとこう何ヶ月かちょっと置いて藁を発酵させた状態で、現場へね、持ってきてくれるっていうこともあります。うん、まあ、いろんな形でですね、土を壁を手に入れるんですけれども、まずまあ、他にですね、どうしてもなかったときはですね、山土をですね、こう練ったりとかですね、田んぼの底の土を使ったり、いろんな方法で、自分で作ることもできるんですけれども、とりあえずですね、山の土をですね、こう練った状態になっているこの粘土のようなものをですね、土屋さんから買いまして、うん、で現場に置きます。うん、で現場に置くときにですね、この場合はですね、こうやって周りをですね、ちょっと足場板でこういうふうな土囲いをしまして、下をね、ビニールシートでこういうふうにちょっと船のような状態にしてですね、その上に土を開けてもらって、うん、で発酵させる。これをできたらですね、何ヶ月か、夏の暑い時期ですとね、まあ、2ヶ月とかそんなんでも、もう真っ黒系のこの、発酵状態になるわけなんですけれども、うん、それを作ってしまう、うんですが、それだけではですね、どうしても藁がですね、不十分だなという、判断をしております。なので、藁をですね、ちょっと集めてきて、できればですね、無農薬とか減農薬とかそういう藁が望ましいわけなんですけれども、その藁をですね、ここで足すわけなんですね。
でどれぐらいの長さで藁を切ったらいいかっていうのがあるんですけども、しばらく寝かしとく形になるんであれば、初期の段階はかなり長い目ですね。うちの場合はですね、だいたい10センチぐらいの長さには切るようにしてるんですけども、もっと長い場合もありますけども、ここのうちの場合はですね、まあ、5センチとかでそれぐらいの長さで一旦切ったやつを、これを頑張って足で踏み踏みして、中へこう、入れ込んでしまうと。で、まあ、何ヶ月かしてからですね、もっぺんねりを起こしながら、濡れる状態にですね、適度な硬さにですね、水を加えて、壁を塗るという形になるんですけれども、まあ、それでですね、まあ、いろんな研究があるんですけれども、大体ですね、半年ぐらいすると、藁のですね、この、のり気っていうか、のり気は出るんですけども、この繊維としての成分がですね、もうボロボロになってくるっていうことでですね、まあ、半年以上超えてくるとですね、あんまりこう、寝かしたら寝かしただけいいっていうもんでもない。できればですね、その後にですね、さらに、ね、藁を何回も何回も足していくと、足していく感じで塗り込んでいくと、どんどん良くなるんですけども、ですのでですね、これもかなり経ってますね、これ。半年ぐらい経ってるわけですね。すると、もう、そうそう、藁がですね、前の最初の藁がね、へたってきてる感じなので、藁を足すという作業になります。で実際ですね、壁を塗るちょっと前ぐらいにですね、新しい藁が、ある程度入ってた方が、固定切れもね、よくって、壁に塗りやすいので、このね、ほんと塗るね、1日前ぐらいに、新しい藁をちょっと足してですね、ほいで、寝て、置いておいて、翌日、ちょっと藁も親しんだ頃にですね、塗ると、そういうのが、いいんじゃないかと思います。まあ、その辺のいろんな流儀もありますし、必ずこうじゃなければいけないっていうもんでもないので、多少それがですね、もう当日に、寝てしまう場合もありますし、もう一週間前に入れた藁が結構まだまだいい状態なんで、このまま塗っちゃえたんっていう話もあります。なので必ずどうじゃないといけないっていう、そういうもんではないんですけども、その時に塗りやすさをですね、塗り手、まあ大体多くの場合は左官屋さんになると思うんですけれども、その人と相談しながら決めていくという形になります。で、左官屋さん一人とかね、二人とかでやってたら大変なんで、これ大体ね、うちらの現場とかね、仲間内では、これ、施主さんの仕事になってるんですよね。こういうのをね、土の作りをね。で、ここの施主さんもね、頑張ってもらって、藁をだいぶ入れてもらってたんですけども、半年経ってね、そうそう、すごいいい感じになってるのに、さらに、それにですね、今日、明日塗る藁をですね、さらに加えまして、これを静岡から運んできた無農薬の、藁なんですけれどもね、これを、入れております。今回これ7センチですね、の藁を足してですね、作っております。今どんな状態になっているかというとですね、向こうの方ね、シートがかかっている部分はね、元の手つかずっていうか、半年前にお施主さんが、頑張って、作った土のままになっててですね、それにですね、この部分をですね、切り開いて、こういうふうにちょっと、こう、なんだ、棚田のようになってるんですね、ここ水が張ってありますけどね、こんな感じで、漬け込みながら、ちょっとここはね、藁が多めだったり、ちょっと細かめの藁を入れたとことかですね、あといろいろ、こっち今からね、こう入れていく感じで、この藁の加減をいろいろ、こう作っておくとですね、今日はもう私これ、この土作り版をずっとやってるので、左官屋さんに言われるがままにですね、じゃあちょっと次藁が多めがいいよね、なんていうとこと、藁の多めのところから、取ってみたりとか、そんな、ここはね、ほぼ混ざったミックスの状態ですね、こんなを、適度に混ぜたりなんかしながら、こうね、で水気がちょっと多いのがいいか少ないのがいいのか、実際ですね、裏返しになるとちょっとトロトロの柔らかめがいいので、裏返しの工程になると、ちょっと水気を多くしたりとか、そういう加減をこう見ながら、この壁これぐらいかななんていうのをちょっと距離を見ながら、作っていくわけですね。大体ですね、これでこのうちの場合ですね、これ何社あるのかな、多分2トントラックで7、8社ぐらい入ってるんじゃないかなと思いますけれども、ね、ちょっとそれは親方に確認してみないと分からないんですけれども、この後ですね、この土裏返しも終わった後に、大直しという工程があるんですけれども、それもですね、この土がですね、トロトロになった状態の藁もね、かなり伝ってきたところね、そこでこののり気のついたこの真っ黒気のこの発酵したいい感じの土に砂を入れるだけで、大直しという、そういう土が作れますので、でそこんな感じで、作っていけば、これ全く科学的なもの、まあ、ある意味こうやってね、科学変化なんで、これも科学といえば科学なんですけど、人為的なそういう無理にね、ちょっと化学薬品を、わざと調合したやつを入れるとか、そういうことなくてですね、自然界から簡単に手に入るようなものだけで、こういう土壁ってできてしまうので、これはですね、もし将来ですね、家を廃棄するとか、ここは解体して廃棄するとか、あるいは一部壁を直すとかいうときに、
ゴミにならずにですね、まあ、ゴミといえばゴミなんですけど、それを壊したやつを、畑とかね、その表に巻いておけば、それで別に全く害もなく、使えるので、みんながこういう材料を使っていけば建築廃材も減って、地球環境の負荷もね、だいぶ減るんじゃないかなと思います。河川の、ね、汚染とかね、そういうようなもの、海洋汚染とかね、そういうのもね、かなり、問題が解決するんじゃないかなと思いますけれどもね、なんでこんなのをしてんのかなと思うわけですね。やっぱり本当に一旦のね、この利益の方にばっかりね、建築を走ってしまうんですけども、いつかはこう、どっか壁にぶち当たる時があると思うので、それに対して私はいつでもこういうふうに、準備はしておりますので、なんか興味のある方はですね、こう、また、こう、声かけていただいたりとか、現場見学に来ていただいたりとか、そういうのもいいかなと思います。まあ、結果的にね、本当に最後の、廃棄のところまで考えた時には、かなりローコストだと思うわけですね。で、まあ、本当に、もう今はね、お金さえ出せば何でも入るよみたいな感じがありますけども、やっぱりね、いつまでこの経済のこういう形の状態で、バランスがギリギリで保っていられるかなってわからないわけですし、こう自然界のあるもので、家っていうのは本来作られるべきだなと思いますので、今のね、この化学建材に囲まれたこの家っていうのがちょっと異常な状態であるっていうことを、なんとか早く気づいて、ね、人がみんながね、こうちょっとでもね、こういう風な要素を持っていきたいなと思います。まあ、とはいうものですね、まあ、実際コンクリート、このうちだからね、コンクリートも使ってるわけですしね、電気配線なんかもあるわけですよね。そのあたりね、これ次の課題かなと思います。まあ、一つ一つこういう課題を解決していくっていうところでですね、一つ一つ、まあ、昔に戻っていくっていう感じにも、言えるのかもわからないですけどもね、まあ、戻っていくのではなくてですね、ちょっとさ、昔の良かったところと現代のこの技術とうまく融合させて、ちょっとでもですね、地球環境に負荷が少ないように、未来にですね、こういう負荷を残、負担を増やしていかないというような方法を考えていければいいんじゃないかなと思いますよ。